おー、リコちゃん、もみあげ。豊口めぐみです。豊口のまま第6回目。今回のゲストは石川秀夫さんです。どうぞー。こっちしかも咳おじいちゃん、大丈夫？タバコ吸いすぎた。いやー、ちょっと待って。あー、石川秀夫ですもん。和風な部屋だとは思わずって感じですか、だから俺さっきからマネージャーずっと言ってたんだけどさ、はい、もう俺基本的に足まで決めてきたのね、今日靴あるかな、ちょっと靴取りに行っちゃったやん。あ、来た、泥ついてるけどいいかな、これな。あら、買ったばっかりの靴、お値段は7万8000円でございます。いいですよ、ほら家賃じゃん。いや、家賃かよ。ここ家賃ここ7万8000円、ここと、それぐらい。うん、ええわ、ここ置いといていい？ちょっとマイクが外れた。あ、マイク外れたな、ごめんなさい、すいません、音声さん大丈夫ですか？はい、ごめんなさい。はい、ここ見えますかね？いいよ、ちょっとじゃあ、もうあんま来ないええな、来ないええな。あー、せっかく語ってくれたのに。どうしよう、はい、よし、じゃあトークを繰り広げようぜ。なんだかよくわからないけど、靴が見切れたままじゃあトークを始めたいと思います。引くの？はい、はい、引いた。あら、いきなり見せていいですよ、はい、豊口めぐみについて。はい、初めて会ったのって、はい、なんだ、覚えてる？初めて会ったの、俺はね、覚えてる。何、ね、某文化放送のイベント、はい、ちささんと踊ってた。マルチ天国時代ですね。こっち二人でね、ぐわー踊ってたのね。踊ったよー。私その時赤ちゃんの格好してませんでした？あ、してたな、してた、してた。なんか、うん、おうちコントみたいなので、したしたした、なんか俺出たよ、おうちコントで。本当？なんかね、すごいなんていうの、水商売みたいな格好して、なんかプリンスみたいな感じで出たよ。そうでしたっけ、うん、出た。もうね、全然覚えてない。そこから何年だろう、分かんないけど、残ってるね。すごい残って、ね、びっくりでしょ、すごいね。いや、多分 ね、私はそれオーディションでその番組に入ったんですけど、誰もがここまで残るとは思ってなかったんじゃないかと。そうだろうね、素晴らしい、残っちゃいました。どんどん進めるんだね。はい、10分しかないんですよ。ファイナルファンタジー10、今だから言える話っていう、ファイナルファンタジーの打ち上げって結構でっかい某所でやるんですけども、エンディングをみんなで見るんだよね。うん、そう、ね、で、これ10の時も10の時も一緒だけど、生で、声当てんですよね。青木ちゃんが当てたんだよね、10の時もやったんだけど、10の時はやっぱり自分アーバーやってたから、やっぱりすごい物語に、入っていってたからさ、エンディングを見て、それで青木ちゃんのナレーション聞いたら、すごいちょっとほろってくるもあったんだけど、で、102の時に、その打ち上げの時に、ちょうど青木ちゃんがこう読んでた時に、その時にね、あんたの顔見たら、でもうボロ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 、リュック見てもあはは泣いてるし、で、こうやっぱりこんだけ、ね、かかってた泣くんだろうなと思って、鈴村見てもあはは泣いてて、お前らそんなに泣くんかと思った。で、手の時さ、あんまりね、ほろっと来たんだけど、あんまりね、覚えてない。あ、そうですか？打ち上げの時ね、いや、当然やったらすごい感動したけど、打ち上げの時さ、俺、舞台ね、なんか一言喋なきゃいけないけど、全然マネージャー教えてくれなくてさ、もうその打ち上げだからってガンガン飲んでたの。そしたらね、急に向こうのスクエアの担当の人が、すいません、石川さんこれ読んでくださいって言われて、え？何すかこれ？つって、これ覚えてください。え？もうね、もう酔ってるから、もうその覚えることだけ集中しちゃって、もうそれが何も覚えてない。すいません、関係者の方々、ちょっと失礼ぼっこきましたけど、本当今謝っておきます、すいませんでした。本当でも天津の打ち上げの時は、めっちゃプレイしてましたよね。あ、そうね、めちゃくちゃ強かったもんね。私、私、あ、パイン。あ、そうなんですか。そうだったっけ、最初の方。最初の、お前やった、やった、やってますよ、やったって言ったじゃないですか。え、最後までやった、やった、2周やった、
2週目途中ですね。あ、途中ってまだやってんの？え、途中で止まってる感じ。発売してもうすごい立ってる、立ってるやん。まあ、まあ、売れっ子やからな。いや、うん、忙しいよね。えい、忘れられない仕事、うん、昔あのプロレスのリングアナウンサーやってて、おその時にね、静岡ね、忘れもしない静岡で、スティーブ・ネルソンっていう選手がいるんだけど、うん、スティーブ・ネルソン選手言いにくいでしょ。言いにくい、スティーブ、あの特に言いにくい、ソン選手って言いにくいじゃん。もう思いっきりね、第一試合だよ。これより第一試合を行います。赤コーナーよりスティーブ・ネルセンソン選手、選手、選手、選手。そこで噛んだことが恥ずかしいんじゃなくて、何が恥ずかしいかって、あんなあの人がいっぱいいるところの、 あのリングの真ん中でこうスティーブ・ネルセンソン、センソン、センソンって言った後に、後ろ入場ですって言った後にお客さんから失笑。あんな屈辱ないよ。なんか私、いや私は行ってた専門学校の、やっぱその学校紹介ビデオ、セリフを覚えなきゃいけなかったんですね。で、なんかいろいろ台本渡されてたんですけど、それは当然やんか。いや、そうなんですけど、ナレーションって書いてあったんです。セリフの前に。だから、あ、ここはナレーションなんだと思って覚えていかなかったんですよ。で、そしたらものすごい分量のナレーションって書いてある部分全部覚えなきゃダメですみたいなことになって、だってナレーションって書いてあるからナレーションだと思ってたのにと思って、そうなんです、その場で結局覚えてなんですけど、その映りみたいのも初めてだったから、カメラワークとかもよくわかんないじゃないですか。わかんないね。だからなんかここまで歩いたら、ここまで下がって、それでこの説明をしてくださいみたいなのも、もう何回やってもできなくて、もうここまで下がれたと思うとセリフ忘れたりとか、セリフ得たと思うとちょっとフレームがもうちょっと前なんですとか言われたりとかして、それで泣いた。それで初めて泣きましたね。そこがバーってカメラ前だから、違う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 、セリフ忘れましたってそんな汚くないですけど。汚いっていうな。そういう仕事って忘れられないし。いやー、でも忘れられないですね。結構ね、あのこういうあの声優の仕事って、うん、やっぱりね、あの毎週毎週、うん、いろんなアニメとかね、うん、いろんなお仕事とかしたりして、どっかでかちょっと忘れていかなきゃいけない部分ってあるんだよね、うんうん、でもそういう仕事って絶対覚えてるの。忘れられない仕事です ね。結構映りの仕事って覚えてるから、ね、うん、確かに、そう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 、うん、はい、あ、いい話じゃん。いい話ですかね。いい、まあそれがあってね、今のね、売れっ子豊口があるからさ。わ、石川さんもね、お前に言われたかないよな。じゃあこれよ、とのこれよ、宝物。宝物、宝物、はい、猫が可愛くてさ。にゃんこですか。何、シンガプーラっていうの。へえ、初めて聞きました。世界最小の猫。あ、ちっちゃいんですか。ちっちゃい。え、どんなもんですか。ね、成猫でもね、3キロぐらいかな。あら、もうこれぐらいかな。何、なんて名前。ラップっていう。ラップ、うん、膝っていう。ああ、なんで膝。あのブリーダーさんのところで買いに行った時に、うん、あのここに乗ってきた猫、うん、3匹いて、はいはい、3匹いて、どれでもいいですよって言われて、うん、どれもメスですからって言って、どれも可愛かったんだけど、こうちょちょちょって乗ってきたのが今回だ、うん、猫って初めてなんか猫玉みたいなところに行って、うんうん、いいよ、お台場の方にね、行って、うんうん、初めてこう、まあ、なんか野良猫じゃない猫、お台場のあるね、はい、キャッツリビンね、でしたっけ、ね、そうそう、ね、初めてその猫に、うん、と触れ合ってみて、うんうん、なんか猫はないなと思っちゃった、だって舌ザラザラしてんだよ猫って。こうベルってされた時に、うわザラザラしてると思ってね、まあ、でもほら毛づくろいをするからなんだなと思って。だからほら毛玉吐いたりするじゃない。犬ってしない、自分でダメなの。するけど、そういうためじゃない。え、本当。なんか痒いからこう嗅いたりするとかはありますけどね。本当、かわいいよ、どうも、もう早く帰ろ、もう。ちょっとこれも教えて帰る。あ、これあげるよ。いやいやいや、いい。いや、あげるってかわいい。はい、いい、いいよ、じゃあ、じゃあ皆様にプレゼント。ほんと？皆様にプレゼント。じゃあ、サイン入れてね。意味がわからん、何のサインやねん。ラップのこの写真が欲しいよって書いて。いらっしゃいましたら、はい、あの3名にね、はい、あのプレゼントしたい。い、来るかな。来る、結構来る来る。え、本当？結構来ますよ。じゃあ、はい、というわけで、あ、もう帰る。じゃあ、石川秀夫さんでした。ありがとうございました。さよなら。売れっ子かな。